神戸外国人居留地の町並み頃、神戸外国人居留地は、安政後過国条約に基づき、1868年1月1日から1899年7月16日までの間、兵庫津の約3.5キロメートル東に位置する神戸村に設けられた外国人居留地である。神戸居留地とも言う。東を生田川、西を濃い川、南を海。 北を最国街道に囲まれた広さ約7万8千坪の区域が合理的な都市計画に基づいて開発され、東洋における居留地として最もよく設計されていると評された。一定の行政権、財政権などの違い保権が認められ、居留外国人を中心に組織された自治機構によって運営された。運営は円滑に行われ、日本側と外国側との関係も、 概ね良好であったと評価されている。貿易の拠点、西洋文化の入り口として栄え、周辺地域に経済的、文化的影響を与えた。本記事においては必要に応じて、距離打ち周辺の一定の区域や距離打ち変換後についても記述する。1879年の地図。港川を挟んで東に距離打ち、西に。 兵庫図がある1858年7月29日、江戸幕府はアメリカとの間に日米修好通商条約を締結した。江戸幕府は同条約第6条において日本におけるアメリカの領事裁判権を認め、第3条において1863年1月1日に兵庫を条約港として開校し、外国人の居住、 経済活動のために対応する一定の地域を設けることを訳した。江戸幕府は、間もなくオランダ、ロシア、イギリス、フランスとも、同様の内容の条約を締結したが、これらの条約に関する直挙が得られず、諸外国と交渉を行った結果、兵庫開港の期日を5年遅らせ、1868年1月1日とした。朝廷側は、 五所のある京都に近い兵庫を開港することに難色を示し、1865年12月22日に安政後過酷条約についての直挙を与えた後も許そうとせず延期された開港予定日を約半年後に控えた1867年6月26日になってようやく直挙が与えられた。 江戸幕府は直挙を得る前から兵庫開港に向けた交渉を諸外国と行っており、1867年5月16日にイギリス、アメリカ、フランスとの間に兵庫港並大阪におて外国人居留地を定める取り決めを締結した。同取決め第一条には日本政府において条約済みの各国人兵庫に居留地を神戸町と生田川との間に取り決めと規定され、 兵津の約 3.5km 東に位置する神戸村に居留地が設けられることになった。そしてそれに伴い、神戸村の海岸に建設される新たな港が外国に開放されることになったに直例により、神戸港と名付けられた。兵庫海港において、兵津ではなく後の神戸港が開放されることになった理由、経緯を示す資料は存在しないが、 複数の推測がなされている。楠本敏夫増し国際都市神戸の警府は、江戸幕府側が外国人を敬遠する、住民感情を考慮し、衝突が起こらないようにとの配慮から、すでに港として栄え往来の激しい兵津の解放を避けたと推測している。また、新州神戸市歴史編纂及び、増ウ国際都市神戸の警府は、人口の多い兵津周辺よりも、 神戸村の方が、用地の確保が容易であり、1865年に閉鎖された神戸海軍総連署の施設を活用できたためと推測している。さらに、増補国際都市神戸の警府は、1865年11月に、兵骨付近の海域を測量したイギリス講師、ハリーパークスの随行員が、兵後の旧市内からやや離れたところにある、居留地の予定地について、 十分な推進もあり、天然の優れた闘病地となっている、小さな湾に面していると評価した記録を残していることを取り上げ、兵庫の旧市内からやや離れたところにある予定地とは神戸村を指しており、外国側も兵庫津より神戸村の方が開港上に適しているという認識を持っていたと推測している。なお、神戸港の港域は1892年に拡大され、 表骨を含むようになった。居留地の具体的な設置場所は、神戸村内の東は生田川、西は小井川、南は海と三方を川と海で囲まれたに接していた、広さ約7万8000坪の土地に決まった。新州神戸市市は、この選定について、外国人と日本人との接触を極力回避しようとした幕府の配慮が伺えるとしている。 神戸外国人居留地の地図作成江戸幕府は、柴田武中を、兵庫奉行に任命して、居留地と港の造成に当たらせた。柴田は、神戸村に着任すると、直ちに造成の指揮を取ったが、開港日である1868年1月1日までに、完成したのは、運場所の施設と3カ所の塔、3棟の倉庫のみで、あった。この時期は、江戸幕府から、 明治政府への政権移行期にあたり、1867年11月9日には、大政奉還が行われた。当初、兵庫開港に関する事務は引き続き、江戸幕府が担当することとされたが、開港から2日後の1月3日に、王政復古の大号令が発令され、同月27日に起こったとば、伏見の戦いで、江戸幕府軍が敗れ徳川義信が、 大阪城から江戸へ退却すると、柴田竹中も江戸へ引き上げ、工事は中断を余儀なくされた。残る工事は明治政府の下で行われた。外国人による土地所有を認めない方針を取る明治政府は、距離打ち内の土地を英代借地として外国人に対応することとし、非対応者は競売によって決定された。英代借地権は、距離内返還後も、 1942年まで存続した。競売代金の約半分は政府側が収納し、残りは自治行政を行うための最高議決機関として政府が認めた距離打ち会議の運営費として積み立てられた。距離打ち住民による自治行政は距離打ちが廃止されるまで続いた。約30年にわたり、距離打ちは円滑に運営され、日本側と 外国側との関係も、おおむね良好であったと評価されている。ただし、日本人は、距離打ち内での居住が禁止され、立ち入りも制限された。なお、距離内造成の遅れを受け、明治政府は区域を、東は、生田川、西は、宇治川、南は、距離内南の海岸、北は、山辺と限定した上で、外国人が、距離内外に居住することを認めた。 この区域を雑居地といい、距離打ち変換まで存続した。自然海岸に近かった神戸村の海岸に新しい港の建設が進められた。1868年4月から7月にかけて、幾田川、宇治川間の海岸に改めて4つの不当が建設され、さらに1871年に防波護岸、不当拡張の工事が行われた。また、 1871年4月29日から同年7月26日にかけて行われた生田川の付け替え工事は、居留地周辺の水害を防ぐだけでなく、港の中心部への土砂の流入を防ぐ効果ももたらした。後に天然の良港と呼ばれる神戸港の基盤は、こうして整えられていった。開港後、居留地は合理的な都市計画の下で整備され、道路や、 皇居の工事が終わり、南北8本、東西5本の街路からなる5番の目上の区画が完成したのは1872年頃のことである。土地の競売も1873年2月7日までに終わった。居留地の都市計画は、神戸は東洋における居留地として最もよく設計されていると評された。一方、周辺地域は、 必ずしも計画的に開発されたわけではなかった。居留地の東北には外国人が経営する工場が、西には会社や銀行が開設され、北西には新国人街が形成されるといった具合にある程度傾向を帯びながらも居留地の発展とともに周辺地域の人口が増加し、雑然と市街地が形成されていった。開港当時、神戸村、 の人口は約3600人であったが、周辺の村との合併を経て1889年に神戸市が誕生した際には約13万4700人にまで増加した。1890年代初めには市街地が兵骨周辺と一続きとなった。なお、居留外国人数は1871年の時点で400人余りであったが、 1890年には2000人を超えていた。明治末頃明治政府は江戸幕府が締結した安政後過酷条約の改正を目指す中で王家主義政策を取った。その一環として東京の六名館では舞踏会が盛んに催されたが神戸でも盛んに開催された。そんな中、1887年には神戸溝の大イ会と称し、 大阪府と兵庫県の知事主催による舞踏会が神戸レガッタアスレチッククラブの体育館で催された。1894年、明治政府はイギリスとの間に日英通商公開条約を締結し、領事裁判権の撤廃と外国人居留地の返還を実現した。政府はその後同じ内容の条約をアメリカ、フランスなど14カ国と締結した。 これら一連の条約は1899年7月17日に発効し、同日をもって神戸外国人居留地は日本側に返還された。これにより、居留地は神戸市へ編入され、外国人に認められていた行政権と財政権は解消し、日本人が自由に立ち入り、居住することが可能となった。居留地内にあった警察隊は廃止され、 消防隊は消防組として神戸市へ移管された。返還に際して日本側は行事局局長を兵庫県及び神戸市の食卓職員とし、行事局のあった場所に市の発出所を置く、違い法権撤廃に伴う紛争防止のために外国人が相談委員会を設置することを認めるなど外国人に対し一定の配慮をした。なお、神戸港が 日本有数の国際貿易港として飛躍するきっかけになったと評価されている大規模な集築事業は、距離打ち返還後の1907年に決定し、翌1908年に寄港した。前述のように、外国人による土地所有を認めない方針を取る明治政府は、距離打ち内の土地を英代借地として外国人に対応した。英代借地権は、 距離打ち返還後も存続したが、返還後日本側は、永代借地の上に立つ家屋に課税する方針を打ち出した。これに対し外国側はすでに地税が徴収されて、いるにもかかわらずさらに家屋への課税を行うことは二重課税に当たり不当であると反発し、1902年に日本政府が常設仲裁裁判所に提訴する事態に発展した。この提訴は1905年に、 日本側の申し立てが帰却される結果に終わり、日本側は英退社地上の家屋には一切の課税ができないことになった。税の徴収が不可能となった神戸市は1933年より英退社地権撤廃に向けて行動を開始し、1936年9月に同様の問題を抱えていた横浜市、長崎市と共に協議会を発足させると、両市と協力して、 外国側との折衝を行った。その結果1937年3月に1942年4月1日をもって英代借地権を消滅させ土地所有権に切り替え、その代わり切り替えあと5年間は地税を免除することで合意が成立した。条約上の居留地返還は1899年7月17日であるが居留地の完全な消滅、 居留地の歴史の終焉は、英代借地権が解消された1942年4月1日で、あるとされる。旧居留地、赤市町筋変換された、居留地には対象から昭和初期にかけて、日本の商社や銀行が多く進出し、ビジネス街として発展した。一方、外国商館は、第一次世界大戦を境に衰退を見せた。とりわけ大戦において、 日本と敵対したドイツ人所有の不動産は強制的に日本人に売却され、旧居留地においても日系商社がドイツ系商社にとって変わった。1931年の時点で外国人が永代借地する旧居留地内の区画は126区画中47区画にまで減少した。第二次世界大戦期の1945年6月に、 神戸大空襲によって7割の区画が破壊されると、終戦後も復興はなかなか進まず、加えて昭和30年代に東京への本社機能移転や神戸市における都心の等身化が生じたことで、旧居留地の経済的な位置づけは低下した。しかし、昭和50年代に入り旧居留地内に残された近代洋風建築物や歴史的景観が再評価されるようになると、 そうした要素を活用した店舗が新たに開設され、旧居留地はビジネス街とショッピング街の機能を合わせ持つ区域として、活況を呈するようになった。38番地にあった行事局の建物明治政府は1868年8月7日に成立した大阪兵庫外国人居留地役場所において、外国人に対して居留地における 一定の行政権と財政権を認めた。具体的には、距離地内のインフラ整備、治安維持を中心とする、自治行政を行うための最高議決機関として、距離打ち会議を創設し、その運営費用には、距離地の競売代金の一部と、地税へ、警察税を充てることを認めた。距離地住民による、自治行政は、距離地が廃止されるまで続いた。また、 各国政府は、神戸外国人居留地周辺に、領事館を開設し、自国の経済的利益と国民を保護し、領事裁判権を行使する領事を置いた。最高議決機関である、居留地会議は、各国の領事と兵庫県知事、選挙によって選ばれた、居留地の住民代表3名によって構成された。居留地会議議長は、領事の代表が務めることが多かった。 距離打ち会議の会議は英語で行われ、議事録は新聞で公表された。距離打ち会議の執行機関として行事局が設置された。行事局には3名の委員がおり、行事局長によって統括された。初代の局長は CH コブデンで、公認のヘルマントロチックが1872年から距離打ち変換まで局長を務めた。トロチックは1874年4月に、 距離打ち警察署が設置されるとその署長を兼務した。重要案件については、距離打ち会議のもとに設けられた委員会において検討され、その報告をもとに距離打ち会議が決定を下すというプロセスが取られた。外国人による自治が認められたことで、距離打ち内において、立ち入りや警察権の行使など、日本側の権利、権限は制限された。また、 日本と欧米諸国との間で結ばれた不平等条約によって領事裁判権が認められ条約の適用対象となる居留外国人が当事者である法的紛争については外国領事による裁判が行われた日本人の居住立ち入りについて日本人は居留地内での居住が禁止され開校当初は居留地への立ち入り自体も禁じられていたが八百六十九年以降は 観察を所持するものについては許可された。なお、距離打ち内で活動した警察組織には数人の日本人が警察官として所属していた。警察権をめぐる問題前述の大阪兵庫外国人距離地役場所では警察目的の税の徴収が認められていたため、外国側は警察権について距離地会議に帰属すると考えていた。しかし、兵庫県は県に 警察権が帰属するという見解をとっていた。この見解の相違が原因で1871年7月2日、女王対ウォータース事件と呼ばれる事件が起こった。1871年7月2日、兵庫県所属の警察官が、距離打ち内にいた女性を売春婦と疑い、警察詰め所に連行した。取り調べの結果女性は、 距離内在住のイギリス人ウォータースの使用人であると判明して釈放されたが、これに起こったウォータースは、翌3日、使用人を連行したと、オボ式警察官2名を屋敷内に監禁した。この事件は、領事裁判権に基づき、イギリス領事、AJ ガワーが裁くこととなったが、判決においてガワーは、日本の警察官は距離打ち内で警察権を行使することはできず、 身柄の拘束はもちろんパトロールを行う権限もないのであって、ウォータースの警察官に対する公務、執行妨害罪は成立しないという判断を示した。この判決によって、距離打ち内においては、行事局を統括する行事局長指揮下の距離打ち警察のみが警察権を行使することができるということが明確になった。兵庫県は1899年の返還まで、 居留地内において警察権を行使することができなかった。ノルマントン号事件のサモン会及び余震1886年に起こったノルマントン号事件に関するサモン会及び余震は神戸外国人居留地において領事裁判権が行使された有名な事件の一つに挙げられる。10月24日、横浜居留地の規制会社が所有する貨物船ノルマントン号が 和歌山県沖で沈没し、貨物と共に輸送していた日本人の乗客25名全員が死亡する事件が起こった。この事件では11名のイギリス人乗組員が救命ボートに乗って助かったにもかかわらず、日本人の乗客が全員死亡したことについて、船長をはじめとする乗組員が救助を怠ったのではないかという疑念が向けられた。安後条約によって、 イギリスに認められていた領事裁判権に基づき事件に関する査問会が11月1日から5日にかけて神戸外国人居留地で行われイギリス領事ジェームス・トループは乗組委員に過失なしとする判断を下したこの判断を不服とした兵庫県知事内見忠勝は船長を殺人罪で告訴し告訴を受けて11月20日に同じく 神戸外国人居留地で行われた余震と12月8日に横浜で行われた後半では共に船長に対し有罪判決が下された。ノルマントン号事件のサモン会で乗組委員に過失なしと判断されたことで日本国内では領事裁判権に対する疑問や批判が巻き起こり繁栄感情が高まった。このサモン会は日本人と外国人との関係がうまくいっていたと される、神戸外国人居留地の歴史における影の部分と評される。旧居留地15番館横の歩道に展示されている、居留地時代の下水館標語の開港は、横浜や長崎より約9年遅れてのものであったため、神戸外国人居留地では、両居留地における造成、設計の経験を生かした合理的な都市計画を立てることができた。 1871年4月17日付の英字新聞ザファーイーストは神戸は東洋における居留地として最もよく設計されていると評した。完成した居留地の街並みは以下のような特徴を持っていた。前述のように東大幾田川、西を濃い川、南を海と三方を川と海に囲まれていた。ただし東西の川については1870年代に 付け替え及び暗渠化の工事が行われた。南北八本、東西五本の道路によって二十二の外区に分けられ、さらにそれぞれが区画化され全体で百二十六の区画によって構成されていた。一区画あたりの面積は二百から三百坪で、居留地全体の面積は道路を除くと四万九千六百四十五坪、あった末のデータ。道路は、車道と歩道が区別されていた。 南北を走る道路には、排水を海に流すための下水道が埋設されていた。下水管にはくさび型のレンガを漆喰で固めて、円筒状にしたものが用いられた。通りには、街路樹や街灯が設置され、車道と歩道が区別されていた。電線は地下配線され、電柱は建てられなかった。南側の海岸沿いの通りには、芝生と松並木が植えられ、 プロムナードとして整備された。旧ハッサム住宅前にあるガス島1874年11月、距離打地内の複数の商社が出資して設立したブラウン商会が、距離打地へのガスの供給を行うようになり、距離打地内にはそれまで使用されていた石油島に代わって、ガス島が設置されるようになった。距離打地時代に設置されていたガス島94基のうち2基が、 旧サム住宅前に一基が愛知県の博物館、明治村に設置されている。また、神戸市立博物館と大丸神戸店の周囲には復元されたガス灯が設置されている。なお、神戸区では1888年11月から電気の供給が開始され、市街地には電灯が設置されるようになったが、ガス灯が設置されていた、居地では、 ブラウン商会を中心に反対論が張られ、電気供給及び電灯設置は遅れた。また、電気供給が開始されるにあたって、居留地側は、電線が空中を横切るのは美観を損ねると主張し、電線は地下に配線されることになった。居留地変換後も、旧居留地では、電線は地下配線され、通りに電球が立てられることはなかった。 旧居留地15番館初期に建てられた建築物の多くは古典主義の色彩を帯びていた。15番館はその典型とされ、2階建てで2階にオーダーを廃したベランダが配置された。古典主義は19世紀中頃の東アジア、居留地において圧倒的な主流を占める建築様式であった。明治20年代に入ると、イギリスの建築家、 アレクサンダー・ネルソン・ハンセルの活躍によって建築物のデザインの流行に変化が現れた。ハンセルはゴシックリバイバル建築の考えに基づきレンガを剥き出しにしたデザインを好んで採用した。ハンセルは神戸外国人居留地において神戸クラブを皮切りに香港・上海銀行、チャータード銀行、ジャーディン・マッセソン商会、ドイツ総領事館、 デラカンプ紹介など数多くの建築物の設計を手掛けた。技用風建築が多く建てられた横浜外国人居留地と異なり、神戸外国人居留地における建築はすべて外国人建築家の主導のもとで行われ、建築主はほとんどが外資系企業であった。一方明治30年代に入ると、神戸大学校づくり科学科出身の辰野金吾、曽根達つ像。 河合広志像やエコールサントラルパリへ留学し建築学を学んだ山口半六といった日本人建築家たちが神戸において日本の観光庁及び企業を建築士とする建築物の設計を多く手掛けるようになった。立野らのように神戸大学校づくり科学科においてイギリスの建築家、ジョサイアコンドルの指導を受けた建築家や山口のように 日本国外で建築学を学んだ建築家は明治期の日本建築界発展の素地を作ったと評価されているが、これら日本人建築家と居留地で活動した外国人建築家は建築主の違いから活動範囲において明確に一線を画し、関わりは希薄であったとされる。オリエンタルホテル海岸通り6番地に竣工神戸外国人。 居留地で最も早く開業した宿泊施設はグローブホテル開業。営業終了の時期及びホテルの位置は不明で、その後もいくつかの宿泊施設が開業した。その中で最も有名なものはオリエンタルホテルで、遅くとも1870年8月3日には79番地で営業を開始していたことが確認されている。オリエンタルホテルには口日のように、 社交クラブである、ユニオンクラブの事務所が1870年に、さらに、ユニオンクラブと入れ替わる形で、クラブコンコルデアの事務所が1881年頃に置かれ、同年9月23日には後日のスポーツクラブ、神戸レガッタアスレチッククラブの設立総会が開かれた。オリエンタルホテルは1888年頃に80番地を買収して本館を移したが、 その頃責任者を務めていたフランス人の料理人ルイ・ビゴの作った料理が評判を呼んだ。距離打ち返還後もオリエンタルホテルは営業地を移しつつ業務を継続1995年に発生した阪神淡路大震災により建物が倒壊し営業を停止したが2010年3月3日に再開した旧生田川が流れていたフラワーロード道路の向かって 右側に見えるのが東遊園地。前述のように開港当初居留地の東端には生田川が西端には小井川が流れていたが、生田川は堤防が低く、しばしば居留地内に水害をもたらし、小井川は交通の妨げになると外国人からの評判が悪かった。明治政府は生田川について1871年4月29日から、 同年7月26日にかけて、川の流れを東へ移す付け替え工事を行い、上流にある布引きの滝からまっすぐ、小野浜まで南下する新たな生田川が作られた。旧生田川の河川敷は埋め立てられ、道路や日本人と外国人が共同利用するグラウンドが造成された。右岸の堤防の一部はそのまま小山のように残され、偉人山と呼ばれるようになった。 偉人山があった場所には後に神戸市役所が建てられた。埋め立て地の一部には工事を受け負った加納創七の名にちなんで加納町という地名が付けられた。なお、この工事には居留地の設計にあたったジョン・ウィリアム・ハートも関与した。小井川については居留地側から兵庫県及び明治政府に対し、 工事費用の半分を負担するから、川に蓋をしてほしいという要望が出され、1874年10月から1875年1月にかけて工事が行われた。その後1909年になって小井川はコンクリートで、覆われた完全な暗居となった。さらにその後暗居の上に道路が付設された。居留外国人は、居留違いの一定の区域にも居住し、移動した。 以下省術する。偉人館通りと呼ばれる、山本通南近町の東の入り口にあたる、長安門。旧居留地生誕の小井川通りに面している、前述のように1868年1月1日の開港日の時点ではごくわずかな土地と設備が造成されたに過ぎなかった。明治政府は、江戸幕府が諸外国と結んだ条約、取り決めを継承すると宣言していたが、 江戸幕府は前日の1867年5月16日締結、兵庫港並大阪におて外国人居留地を定める取り決めにおいて、居留地が手狭になった場合は、居留地を拡張するか、日本人が外国人に家屋を貸すことを認めていた。そのことから、明治政府は1868年3月30日、東は、生田川、西は、宇治川、南は、 距離内南の海岸、北は山辺と区域を限った上で外国人が居住することを認め居住に際して借地、借屋、家屋の購入及び不審を行うことも認めた。この区域を雑居地と呼ぶ。雑居地の土地についてはごく初期を除いて外国人に対する永代借地権が認められず期限を定めた借地のみが認められた。雑居地は 居留地の工事の遅れを受けて暫定的に設けられたものであったが、居留地の全区画が完成しても収容しきれないほどに居住者が増加したため、廃止した場合に居留地の拡張を要求されることを恐れた。明治政府は居留地返還まで雑居地を存続させた。雑居地の面積は道路を除くと26,756坪であった末のデータ。新国人は、 開港当初は、母国が日本と条約を結んでいなかったため、居留地に住むことができず、雑居地に居住したに、日清修好場機が締結されて、以降は、居留地内に居住することが可能になった。その影響から、居留地西側の雑居地には、新国人街が形成された。日清修好場機締結後、居留地と周辺の雑居地に居住する、新国人は増加していった。 新国人は口実のように、新国人は外国商館を通じて行われた貿易において、売弁と呼ばれる仲立ち人を務めたほか、新国とのパイプを利用して、同国向けのマッチの輸出において大きな枠割りを果たした。雑居地であった地域には、外国人が居住していた住宅が多く残されており、異人館として観光の対象となっている。また南京町の中華街は、 距離打ち時代に、新国人街が形成された、距離打ち西側の地域に存在する。雑居地において、日本人が外国人を身近に接しながら暮らし、生活レベルでの国際交流が行われたことは、日本人と外国人が共生する、多民族、多文化共生都市としての神戸市の原型を、形成したと、評価されている。標語校遊歩規定図発行。赤線内が、 遊北域安静後過酷条約では、居留外国人の行動範囲を規制する条項が盛り込まれ、居留外国人が移動可能な区域は、兵庫県庁を起点とする十里以内の区域に限られることになった。1869年、兵庫県は遊北域を具体化するべく、外国人遊歩規定を定め、十里以内を露呈にして十里以内と解釈し、東は、 川辺郡の小戸村、堺井根村、平井村、中島村、西は、南郡の曽根村、阿弥陀村、南は海、北は、川辺郡の大原の村、滝郡の河原村、宿村、八条河村、犬飼村、高郡の高村、民学寺村、横村を境界とした。しかし解釈をめぐって、外国側から、十里とは露呈にして十里ではなく、直径十里を意味すると、 国が出た結果、北と西の境界は、川辺郡、稲郡、滝郡、高郡全域に変更された。遊歩区域外は、内地と呼ばれ、居留外国人は保養と学術を目的とする場合に、限って内地へ出ることが許され、その際には、兵庫県庁発行の旅行免除を携帯することが義務付けられた。しかし実際には、居留外国人が、 高落などの目的で無断で内地へ足を伸ばすことも多く、しばしば兵庫県を悩ませた。なお、1899年の居留地変換と同時に、外国人が日本国内に自由に居住、外出することが認められるようになった。開港直後の神戸港を描いた浮世絵作、摂州神戸海岸繁栄図兵,図兵庫港では、開港直後から盛んに貿易が行われた。 初期の貿易は日本人商人が納入した商品を外国人商人が輸出し外国人商人が輸入した商品を日本人商人が購入するという方法で行われた外国人は距離違いで輸出品を買ったり輸入品を売ることができず一方日本人には開港当初直接海外の貿易業者と取引を行うノウハウがなかったためであるこのような 外国人商人を介した貿易を居留地貿易または召喚貿易という外国人商人への商品納入や外国人商人からの商品購入を希望する日本人商人は日本人の番頭や売弁と呼ばれる新国人の仲立ち人を介して商談を行った外国人商人側の人間の多くは高圧的、横暴で他国との貿易に不慣れで 海外情勢に疎い、日本人が不利な取引観光を押し付けられたり、買い叩きや値段の吊り上げに合うケースも多々あった。しかし次第に、日本の商人や商社が直接貿易業務を行うようになり、外国人商人の力は衰退していった。神戸港の貿易量に占める外国人商人が取り扱う貿易量の割合は当初100%であったが、 距離打ち返還直前の1897年には65%に減少しており、さらに返還後の1907年には50%、1911年には40%に減少した。距離打ち返還後は外国人商人が旧距離打ちから撤退し、旧距離打ち内での事務所開設が可能となった日本の商社にとって変わられるようになった。 1931年の時点で外国人が英代借地する急距離内の区画は126区画中47区画にまで減少した。主要な輸出品は茶、米国、マッチである。このうち茶については初期は京都の茶が輸出され次第に西日本一帯で生産された茶が集められ輸出される仕組みが完成した。米国は 当日のように神戸からの輸出米がロンドンの穀物市場における標準米となるほど輸出量が多かった。マッチは1870年代後半に神戸において本格的な製造が始まり同時に海外への輸出が始まった。神戸港からのマッチの輸出額は明治10年代後半以降急速に増加し全国のマッチ輸出額の9割以上を占めるまでに発展した。 輸出先は当初は中国が中心であったが、やがてオーストラリアやヨーロッパアメリカ大陸にまで拡大した。一方、主な輸入品はカナキン、メンビロードなどの木綿類や毛織物であった。1896年には神戸市に住む高橋真嗣が14番地にあったリネル商会を通じてキネトスコープを輸入し、日本初の映画の公開を行っている。 距離打ち変換直前の1894年以降、明治を通じ、神戸港からの輸入額は、日本の港の中で最も多かった。ラムネ・ラムネ・神戸外国人距離打ちは、ラムネ発祥の地と言われることがある。アレキサンダー・キャメロン・シムが経営する、シム紹介が、1884年頃に、18番と呼ばれる、ラムネの製造。 販売を始めたが、日本製量飲料水工業発達史には、神戸の AC シム紹介が、日本で最初のラムネだろうと記されている。シムがラムネを売り出した当時、日本ではこれらが流行しており、1886年に横浜毎日新聞がガスを含有した飲料で感染が防げると報道したのをきっかけに売れ行きが伸び、当時の新聞報道によると、シムのラムネは、 払い底になった。牛肉森谷商店。小井川通り沿いにある兵庫開港以前、横浜居留地の商人が購入した丹波、丹後、田島さんの牛肉は、外国人の間で高い評価を得ていた。そのため開港後、外国人は盛んにそれらの牛肉を求めたが、当時の日本では牛肉を食べる習慣がなく、計画的に牛肉を供給する仕組みはなかった。 そこで外国人は自ら土地区場や肉屋を開設した。はじめにこれを実行したのは後日の実業家エドワード・チャールズ・キルビーで詳しい時期は不明であるが旧生田川の東に土地区場を借り海岸通に肉屋を開設して牛肉の販売を行った。また1868年にはテボールという名のイギリス人が旧生田川沿いに 土地区場を開設したという記録がある。1871年に日本人が牛肉の供給に携わるようになり、1875年以降はほとんど日本人によって独占されたに食肉業から完全に撤退した。距離内周辺では開口後間もない頃から日本人が豪として牛肉を取り扱い、食するようになった。1869年に 神戸元町で開業した肉鍋専門店、関門月下亭は神戸最古の日本人経営の牛肉料理屋とされる。神戸最古の日本人経営の牛肉店は1871年、開店した大井肉店と本神戸肉、森谷商店と言われる。大井肉店創業者の岸大之助は牛肉の味噌漬けや佃煮など西洋にはない独自の調理法を考案した。 1870年代の終わりには、鈴木清が醤油と砂糖で味付けした牛肉の缶詰を開発し、全国的なヒット商品となった。洋菓子洋菓子は開港後、居留外国人や旅行者向けに作られるようになった。1882年に雑居地の元町三丁目で創業した二宮精神堂が神戸初の洋菓子店とされる。 さらに同年観光された豪商新平港の先駆けには、あよい橋の三国堂が洋菓子店として紹介されている。1897年、吉川一蔵が東京南南部町の風月堂からのれんわけを許され元町に創業した神戸風月堂は神戸発の本格的な洋菓子店とされ、開店当初からカステラ、ワッフル、シュークリーム、キャンディー、 チョコレートといった洋菓子が販売されていた。旧神戸ユニオン教会明治政府は、江戸幕府によるキリスト教禁制を踏襲し、1873年2月24日に、キリスト教禁制の考察を撤去するまでの間、キリスト教を禁じた。しかし、安政後過酷条約により、外国人には、信教の自由が認められたため、距離打ち内では開校当初から宣教師により、 盛んに宗教活動が行われた。1868年8月9日、パリ外国宣教会の宣教師、ピエール・ムニクーが、西国街道沿いの仮礼拝所において、毎週日曜日にカトリックの定期的な礼拝を執り行うようになった。翌1869年3月、ムニクーは37番地に被災館を建設し、毎週日曜日に、 定期的な礼拝を取り行うようになった。ただし、居留外国人にはプロテスタントを信仰する者が多く、参加者はそれほど多くなかったとされる。続けて、ムニクウは十七番地に礼拝堂を建設し、翌千八百七十年四月十七日に、剣道式が行われた。この礼拝堂は千九百二十三年に中山で通り一丁目に移設され、カトリック、 神戸中央教会のルーツの一つとなっている。1870年5月22日、アメリカンボードの宣教師、ダニエル・クロスビー・グリーンが18番地で、プロテスタントの定期的な礼拝を執り行うようになった。グリーンは、教会の建設運動を行い、1872年48番地に、教会吹き合い区行田町4丁目に移転、が完成した。 ユニオン教会では1876年から1898年にかけて、聖公会の礼拝も行われた。聖公会の礼拝は1873年から行われるようになった。前述のように1876年から1898年にかけては48番地のユニオン教会で礼拝が行われ、1898年に下山主通り三丁目に、 オールセインツ協会が完成した後は同協会で行われるようになった。オールセインツ協会は太平洋戦争中に消失し再建されることはなかった。海岸沿いの通りや内外人公園、神戸レガットアスレチッククラブの体育館、西町公園では様々な音楽活動が行われた。活動の主体としては各国の軍楽隊や施設の音楽隊、 プロ及びアマチュアの演奏家が挙げられ、演奏会の他舞踏会、スポーツ大会などで演奏を行った。クラックは、体育館の運営費用をまかなうため、年1回、ないし3回、演劇と合わせて、コンサートを催した。巨流外国人が行った、スポーツ巨流外国人は、様々なスポーツを行った。多くは、スポーツ組織の下で行われ、中でも、 神戸レガットアスレチッククラブの下で行われた、スポーツは多岐にわたる。スポーツ組織兵庫大阪レースクラブ1869年3月1日、神戸外国人居留地発のスポーツ組織である、兵庫レースクラブが発足した。ホークは同年、生田神社と旧生田川の間の土地に、常設の競馬場を建設し、定期的に競馬を開催するようになった。ホークは、 日本レース、クラブとジ馬の交流を行うなど、活発に活動したが、その後財政状態が悪化し、借地料支払い不能に陥って、競馬場を失い1877年11月に解散した。神戸クリケットクラブイギリス人の居留民が多かった、神戸外国人居留地では、同国の伝統的なスポーツであるクリケットの愛好家が開校当初から、盛んに活動していた。 1870年1月19日、前年10月16日に、イギリス軍人のチームを相手に試合を行った、巨流外国人チームの主力メンバーが中心となり、兵庫クリケットクラブが設立されたに神戸、クリケットクラブと解消、以下、KCC と表記。KCC は長らくグラウンドやメンバーの確保に苦しみ、目立った活動を行うことができずにいたが、 1877年5月に内外人公演が完成して以降は活動が活発となり同公演内で毎週のように試合を行った。1893年以降は野球の試合も行うようになった。KCC は第二次世界大戦期まで存続した。神戸レガッタアスレチッククラブ神戸レガッタアスレチッククラブ神戸レガッタ,アス,ッククガッタアスレチッククラブは 1870年9月23日にアレキサンダー・キャメロン・シムの提唱により発足したスポーツクラブである。クラックは発足当初から距離打ち頭部にグラウンドを確保し、発足から3ヶ月後の1870年12月にボートハウスと体育館を、1871年6月に水泳場を完成させるなど順調に活動を開始した。 クラックの会員が競技するスポーツは、レガッタ、陸上競技、ラグビーテニス、水泳、水球、ライフル射撃など多岐にわたった。1871年、クラックは横浜居留地において、横浜ボートクラブ、日本ローイングクラブとレガッタの対抗戦を行った。これがきっかけとなって、神戸と横浜のスポーツクラブとの間で、定期的にレガッタ、陸上競技、 クリケットフットボールなどの対抗戦が開催されるようになった。インポートマッチは第二次世界大戦中の一時期を除き、距離打ち返還後も続けられている。クラックの体育館は会員以外にも開放され、クラックのクラブハウスとしてだけではなく、距離打ち内の市民ホールとしても機能した。この体育館は劇場としても使用され、体育館劇場、距離打ち劇場などと呼ばれた。 クラックは、単なるスポーツ組織ではなく、スポーツを通じて、居留外国人の親睦を深めるという役割を果たし、ボランティア活動などの社会活動を行った。内外人公園東遊園地グラウンド開校直後、の1868年クリスマスに、区画整理が遅れていた、居留地東北部に設けられた場場で競馬が模様された。この開催を契機に、競馬の他に、 クリケット、陸上競技などのスポーツが同地で行われるようになった。ただし、居留外国人にとってこれはあくまでも区画整備が完了するまでの仮のグラウンドであり、スポーツを行うことができる正式なグラウンド設置を求める声が上がった。居留外国人には日本政府がグラウンドの設置を保障しているという認識があり、1871年4月29日から、 同年7月26日にかけて行われた旧、生田川の付け替え工事に伴って、居留地東側に広大な土地が出現すると、居留外国人の間ではその土地を利用して、グラウンドが設置されると噂されるようになった。1872年2月、居留外国人の一部が独断で土地の一部に、墨濠を打ち込んで所有権を主張するという行動に出た。日本政府は、 この行動に反発したが、交渉の結果1874年11月、外国人と日本人が共同利用する公園という形で、グラウンドの設置を認めた。建設費と維持費は外国人側の負担となったが、開港から約10年をかけて、居留外国人はグラウンドを手に入れることができた。公園は1877年5月に完成し、内外人公園と名付けられた。 内外人公園のグラウンドは芝生のグラウンドであった。内外人公園で、居留外国人がラグビーテニスなどに興じている姿を日本人が目にしたことは、それらの競技が周辺に普及するきっかけとなったと評価されている。内外人公園は1899年の居留地撤廃に伴って日本に返還され、神戸市が管理する公園に東遊園地と 解消となった。公園が持つスポーツを行うためのグラウンドとしての機能は居留地返還後も1962年に磯上公園に移されるまで約90年にわたって維持された。小泉薬も神戸外国人居留地で最初に発行された外事新聞は AT ワトキンスが創刊した標語 大阪ヘラルドで第1号の発行は1868年1月4日である。続いて同年4月23日には兵庫大阪ヘラルドで食事校をしていたフィロメーノブラガによって兵庫ニュースが創刊された。やがて兵庫大阪ヘラルドは購読料の安い兵庫ニュースに押され数年のうちに廃刊となった。 1888年に入り A.W. クイントンにより、神戸ヘラルドが、1891年10月2日には、ロバート・ヤングにより、神戸クロニクルが創刊された。神戸クロニクルでは口述のように、小泉や雲が社説を執筆したこともある。居留地変換直後の1899年、神戸クロニクルは、兵庫イブニングニュースと解消していた、兵庫ニュースを買収して、 社名をジャパンクロニクルに改め、神戸のみならず、日本において最大の発行部数を記録する外事新聞に成長した。神戸ヘラルドは1926年に神戸ヘラルドを大阪ガゼットと解消したが、その後間もなく廃刊した。ジャパンクロニクルは太平洋戦争中の1942年1月に廃刊した。 神戸クラブの建物春工神戸外国人居留地には2つの社交クラブが存在した。一つは1868年にドイツ人の居留民が設立したクラブコンコルディアである。クラブコンコルディアはドイツ人のみが入会できる社交クラブであったが、居留地の東端に建設した施設の維持費を賄うためにドイツ人以外の入会も認めるようになり、オランダ人、ノルウェー人、 スウェーデン人などが入会した。もう一つは1869年5月5日にアメリカ人とイギリス人が中心となって設立されたユニオンクラブである。ユニオンクラブにはアメリカ人、イギリス人の他フランス人、イタリア人などが入会した。ユニオンクラブは距離打ち内の建物に本拠を置いて活動した。ドイツ帝国成立後、クラブコンコルディア内部で ドイツ人会員と非ドイツ人会員との対立が生じ、非ドイツ人会員が大量に脱会する事態となった。資金難に陥ったクラブコンコルディアは施設をユニオンクラブに売却し、1881年頃、ユニオンクラブと入れ替わりに79番地のオリエンタルホテル地下に本拠を移した。第一次世界大戦が勃発するまでの間、二つのクラブの関係は良好で、 1890年代にオリエンタルホテルが火災により消失した際には、クラブコンコルディアの会員がユニオンクラブの施設を利用できるよう、ユニオンクラブが配慮を示している。ユニオンクラブは距離打ち変換後も活動を続けている。再建された石定病石定病は、家境を家人にとって商売繁盛や家内安全を祈願する場であり、精神的なよりどころである。 新国人は、雑居地内の2箇所に、官邸病を混流した。一つは1888年、新国人の有力者、ランタクボン、帝一万高、麦商法らが、大阪府河内郡伏瀬村の廃寺次元山長楽寺を移設する形で中山で通り7丁目に、混流したものである。長楽寺の本尊は11面関世音菩薩で、あったが、移設に伴い官邸。 天候生母などが合詞された。この鑑定病は、距離打ち変換後の1945年6月に空襲により消失したが、1947年に再建され、台湾から輸入された鑑定像が設置された。もう一つは同じく1888年に、カノ町二丁目に建立されたもので、同じく1945年6月に空襲により消失し、 再建されることはなかった。なお、中山で通り6丁目にあった中華会館にも鑑定像が安置されており、中華会館は鑑定病と呼ばれていた。再建された鑑定病では、毎年旧歴7月14日から16日にかけて水陸不動紹介が取り行われており、1997年10月に神戸市の地域無形民族文化財に認定された。 巨流外国人は開校当初から、巨流地の衛生状態の悪さを強く問題視していた。地フスにかかるものが多く、さらに天然痘やコレラの蔓延が懸念された。1869年5月には、兵庫県が宇治の村に日本人だけでなく外国人も受け入れる病院として、兵庫県病院を開院させたが、1年はあまりで医療レベルの低さが懸念されるようになり、 外国人の間からは自前の病院設立を求める声が高まった。外国人側は日本人と共同利用する病院の設置を模索したが、兵庫県側の反応はかんばしくなく、1871年2月になって寄付金をもとに単独で兵庫国際病院を設立することを決めた。1872年7月に兵庫国際病院の維持監督に就任した。 ジョン・カッティングベリーは外国人だけでなく日本人も診察する方針を取った。設立当初の兵庫国際病院は幾田神社近くの民家を借りたものであったが設備面の不備を指摘する声が上がり1874年に新たな病院が山本通り1丁目に建設された。居留地に居留した外国人の人数は以下の通りである。 実業家ドンズーエンチにあるアレキサンダー・キャメロン・シムの検証費。アレキサンダー・キャメロン・シムは1870年に神戸に移住し、薬剤師として、居留地内の薬局に勤務した後、居留地18番に、シム紹介を設立した。シムは前日のように、日本初とも言われるラムネを製造、販売し、神戸レガッタアスレチッククラブの設立を提唱した人物であるが、 その他にも、距離内内で住民が、自主的に結成した、消防隊の隊長を務め、防災活動に力を注いだことでも知られる。シムは、自宅近くの公園に設けられた日の宮らに登り、見張りをした。就寝時も出動に備えて、消防服とヘルメット、長名を枕元に置き、消防隊長を務めた間、シムが出動しなかった火事は、ほとんどなかったと伝えられている。 距離打ち返還に伴って消防隊が消防組として神戸市へ移管された後、シムは消防組名誉顧問に就任し、特別に消防組を指揮する権限が与えられた。シムは距離打ち会議の副議長を務め、距離打ち返還時に行われた返還式に病気の距離打ち会議議長に代わって出席し、引き継ぎ目録と引き継ぎ書への調印、署名を行っている。 アーサー・ヘスケス・グルーム・トーマス・ブレイク・グラバーが設立したグラバー商会に勤めていたアーサー・ヘスケス・グルームは1868年支店開設のため神戸を訪れた。グルームは1871年グラバー商会の同僚ハイマンと共同で居留地101番にモーリアン・ハイマン商会を設立し日本茶の輸出とセイロンティーの輸入を手掛けた。グルーム1895年に 息子の名義で六甲山の山頂に借りた土地に別荘を建てると、さらに道山の土地を別荘地として外国人に分譲し、道山開発の石を築いた。グルームはスポーツマンとしても知られ、前述の神戸クリケットクラブと神戸レガッタアスレチッククラブの設立に関与した。グルームが1901年に六甲山に開設した4ホールのプライベートゴルフコースは、 日本初のゴルフコースであり、距離打ち変換後の1903年に、開園制のゴルフ場に発展した。1897年から1916年にかけて、前日のオリエンタルホテルを経営する会社の社長を務めたこともある。エドワード・チャールズ・キルビーは開校直後に、キルビー商会を設立し、機械や雑貨の輸入業を営んだ。百六十九年、キルビーは、 イギリス人2名と共同経営で、小野浜鉄工所を設立し、さらに単独で小野浜造船所を設立、造船業を営んだ。小野浜造船所は1882年に、日本初の鉄製場機船である、第1対小丸を建造するなど神戸における造船業の発展に大きく貢献したが、その後経営難に陥り、キルビーは1884年に自殺した。 エドワード・ハズレット・ハンター・キルビー商会に勤務していたエドワード・ハズレット・ハンターは同商会から独立後の1874年、居留地29番間にハンター商会を設立し、貿易業を営んだ。さらにハンターは1879年に大阪の財木商、角田サブロベイの協力を得て、大阪・アジガーの加工に大阪鉄工所を設立し、造船業にも進出した。 ハンターは1883年に当時の技術では困難と言われた木造館ドックの建造に成功し大阪鉄工所を関西を代表する造船所に成長させることに成功した。ハンターは多角経営によって事業を軌道に乗せた。1882年に日本政府が取ったデフレ政策の影響で大阪造船所の経営が行き詰まった際には精米の 輸出事業によって得た収益で休場をしのいだが、この時ハンターが外国に輸出した精米は年間1万トンを超え、ロンドンの穀物市場では神戸からの輸入米が価格形成における標準米となった。晩年のハンターは事業を息子のハンター隆太郎に譲り、巨流外国人による不平等条約の改正に賛成する決議の取りまとめに尽力するなど、 日本人と外国人の交流の進化に努めた。トーマスとジョンのウォルシュ兄弟は開校直後に神戸に移住し、ウォルシュ商会を設立して防衛企業を営んだ。ウォルシュホール商会は、当時の欧米で製紙の材料にされていた木綿を日本で買い付けて輸出する事業を手掛けた。当時木綿は石灰で固めて輸出されていたが、 輸送中に木綿に含まれる水分と化学反応を起こして発熱、発火する事故が多発していた。そこで、ウォルシュホール商会は木綿をパルプ状にして輸送することを発案し、大きな収益を得た。さらに、ウォルシュ兄弟は三の宮に製紙工場を建設して、製紙業も手掛けた。著作家ドンズ園地にあるモラエスの銅像。 小泉役もは1894年から1896年までの間、神戸外国人居留地で活動した。小泉は、バジルホール・チェンバレンの紹介で、居留地内にあった、新聞社神戸クロニクルに就職し、4ヶ月にわたり、同志の社説において、評論活動を行った。小泉が日本への帰化を決意したのは、神戸在住時のことである。年、 小泉は東京帝国大学で教弁を取るため神戸を去り、東京へ移住した。ベンセスラウデ・モライスは1899年、距離打ち内に設けられたポルトガルの副領事館に初代副領事として赴任し、1913年まで神戸に居住した。モライスは1901年から日本に関する随筆をポルトガルの新聞、コメルシオ・ド・ポルトに連載した。 キリスト教宣教師、ウォルター・ラッセル・ランバス神戸外国人居留地を訪れたキリスト教宣教師は、不教のみならず、教育、医療、福祉の分野でも活躍した。南メソジスト教会の宣教師、ジェームス・ウィリアム・ランバスとウォルター・ラッセル・ランバスの父子は1886年秋に、居留地47番館の自宅を開放して、英語と聖書の講義書を開設し、 パルモア学院と名付けた。パルモア学院は、英会話学校のパルモア学院専門学校へと発展し、同学院女子部は、広明学院の前身となった。さらにジェームスは、広島女学校ほぼ市販科の設立に関与し、ウォルターは1889年に、関西学院を設立した。また、ジェームスの妻メアリー・イーザベラ・ランバスは、1888年に、 神戸婦人伝道学校を設立したことで知られる。ジュリア・ダットレー前日のアメリカンボードに所属する女性選教師、イライザ・タルカットとジュリア・ダットレーは女子教育の向上に勤め、1875年、諏訪山のふもとに兵庫県初の女学校を創設した。さらにダットレーは1880年に神戸女子伝道学校を設立した。アメリカンボードの選教師、 ジョン・カッティング・ベリーは前日のように、兵庫国際病院の維持監督を務めたほか、兵庫県病院の支配頭に就任し、神戸、姫路、三田で精力的に医療活動を行った。1873年1月には神戸病院において、兵庫県史上初の人体解剖を行っている。ベリーは1877年に、神戸の監獄で、これらが大流行した際に、 兵庫県の要請を受けて、韓国内に立ち入り、韓国内の不衛生な環境や囚人に対する非人道的な扱いを目にした。ベリーは兵庫県知事に韓国制度の改善を訴え、複数の宣教師がベリーに続いて韓国を視察し、制度改善案を日本政府に提出した。幼きイエズス会の修道、ジョフィロメナバレンティン・アントニーは1890年頃から、 居留地41番地の女子教育員で孤児の世話をした。アントニンの活動は太平洋戦争終結後まで続き、生涯に世話をした孤児は数百人に上った。神戸市立外国人墓地居留外国人のための墓地は、はじめ江戸幕府によって小野浜神殿に用意された。墓地の管理は居留地会議行事局が行い、返還後は神戸市へ移管された。 距離打ち変換後の千八百九十九年、神戸市は、小野浜外国人墓地が、飽和状態になったことへの対策として、吹き合村かす野に墓地を増設した。しかし、同墓地もやがて飽和状態となり、神戸市は、中央区にある再度山で墓地の建設を開始した。この新たな墓地は、第二次世界大戦による中断を挟んで千九百五十二年に、完成し、まず同年に、 小野浜神殿の墓地が、ついで1961年に、カスガノの墓地が移転された。神戸外国人居留地は貿易の拠点、西洋文化の入り口として栄え、周辺地域に経済的、文化的影響を与えた。開港前、周辺地域における交易の中心は、氷津であり、氷津を中心に市街地が形成されていた。しかし、氷庫開港によって、 距離内周辺の経済活動が活発となり、新たな市街地が形成されていった。そして1890年代初めには、距離内周辺と兵庫地周辺の市街地は、一続きの市街地を形成するようになった。なお前述のように、兵庫海港においては、兵庫地ではなく神戸村の海岸に建設された新たな港が、 外国に解放されたが、この港は1892年に直令により、神戸港とされ、さらに同年神戸港の港域は拡大され、標図を含むようになった。文化面ではまず食生活への影響が挙げられる。前述のように、神戸外国人居留地周辺では1869年に、日本人経営の牛肉料理や、関門月下経営が開店し1871年に、 日本人経営の牛肉店である大井肉店と森谷商店が開店するなど開口後間もない頃から日本人が豪として牛肉を取り扱い食するようになった。同じ時期に牛乳やパンを食する習慣も広まった。建築の面では八百七十三年に兵庫県が距離打ち近辺の島市について洋風のデザインを採用するよう奨励する政策を打ち出し、 距離地ち変換後に実際に建築物の洋風化が進むようになった。スポーツの面では前日のように内外人公園で居留外国人がラグビーテニスなどに興じている姿を日本人が目にしたことでそれらの競技が周辺に普及するきっかけが生まれたと評価されている。宗教の面ではキリスト教徒が増加した。福原遊郭は距離地ちの造成にあたった。 柴田武中が開港によって軍艦や商船がト来し、水府その他の軽配の者が出入りするので友情やが、なくては太り締まりであると外国人向けの遊郭の建設を上進したことにより、1868年に雑居地の外側にあたる内側の河口に設置され、1870年に一帯が鉄道の停車場建設用地に選定されたことを受け、港川堤の東、 西国街道の北に移転した。福原遊郭は外国人の顧客を抱え、遊郭内には和洋折衷の建物も存在した。神戸外国人居留地が存在したことで、神戸市はモダンで、灰からエキゾチックな雰囲気を持ち、ベンチャー精神に富んだ外国人に対し、需要的な都市として発展したと評価されている。さらに前日のように、 雑居地において、日本人が外国人を身近に接しながら暮らし、生活レベルでの国際交流が行われたことは、日本人と外国人が共生する、多民族、多文化共生都市としての神戸市の原型を形成したと評価されている。居留地の面積を比較すると、横浜、長崎に次ぐ3番目で、横浜の約1、7、長崎の約1、2ほどである。 ただし厳密には横浜は二つ、山手、長崎は八つの居留地の集まりである。横浜については横浜、山手ともに単独でも神戸の面積を上回っているが、長崎については最も広い南山手でも単独では神戸を下回る。雑居地の面積は横浜、築地に次ぐ三番目である。神戸では居留地が雑居地よりも広いが、 築地と函館では逆に雑居地が居留地よりも広い。その要因としてはまず、築地の場合、そもそも居留地が通称、貿易のための居住地であるところ、近在する貿易拠点である横浜ではなく、築地にあえて住もうとする商人が少なかった上に、勤務地に近い雑居地に住みたいという外交官や、親い外国人が数多くいたことが挙げられる。また、函館では、 居留地に設定された土地の条件が悪かったために、ほとんどの居留外国人が雑居地に居住した。居留外国人数を見ると、居留地の面積が神戸よりも広い横浜は1893年の時点で4946人、長崎は明治元年の時点で938人、居留地が変換された1899年の時点では1711人である。 築地は神戸に次ぐ規模を持ち、雑居地の面積では神戸を上回っていたが、居留地及び雑居地の外における不正居住が横行し、居留地及び雑居地における外国人数は1871年9月の時点で72人、1877年の時点で97人にとどまった。神戸と横浜は共に明治における対外的な窓口として発展した。 しかし神戸では日本側と外国側との関係が概ね良好であったと評価されているのに対し横浜では日本人商人が不平等な商喚校に抗議して外国商人との取引をボイコットする騒動が毎年のように発生するなど日本人と外国人の関係が最も険悪であったとされるこのような差が生じた要因としては神戸では 開港が横浜よりも8年余り遅れたため、その間に日本で活動する悪質な外国商人が淘汰され、さらに日本人と外国人が互いについて理解を深める時間が得られたという後発者のメリットが指摘されている。一方、開港上が決まった経緯では、神戸と横浜の間に共通点がある。前述のように江戸幕府は、 安政後過酷条約において取り決めた兵庫開港について、兵庫津ではなく後の神戸港を外国に開放した。横浜距離打ちに関しても同様の動きがあり、江戸幕府は神奈川開港について、神奈川塾ではなく、当時寒村であった横浜村を開放した。兵庫開港では、外交上のトラブルは生じなかったが、神奈川開港では、江戸幕府が、 神奈川塾の解放を強く求める外国側を押し切って横浜村の整備を進め、結果的に横浜村近辺の方が神奈川塾近辺よりも推進が深く、港に適した地理的条件を備えていることが判明したため外国側が江戸幕府の決定を次にしたという経緯がある。ありがとうございます。